こんにちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどをお話ししています。よろしくお願いします。今日ご紹介するのはこちらの2冊になります。レイと読みますね。タイトルは佐藤光郎さんの著書で、上下巻結構分厚い本で長いお話になっています。佐藤光郎さんと言いますと、先日葉っぱ療法の時に少しご紹介させていただきました。とても面白いブログを書かれていますし、著書もたくさんあるんですね。私は神様とのおしゃべりとか悪魔とのおしゃべりという方がすごく好きで、他にも金持ち司令とかバシャールとの対話の本とかもね、本当にたくさんの著書がおありなんですけれども、今回このレイという本ですね、かなり濃厚で、そしてジャンルとしてはおそらく自己啓発本の部類に入るとは思うんですけれども、物語としても非常に面白い本になっています。どういう話かと言いますと、このレイっていうのは AI なんですね。アレクサとかグーグルとかね、iPhone なんかで語りかけて答えてくれる AI スピーカーっていうのがありますけれども、その AI が人間について語ってくれるというのがベースにある本なんですよ。それを一言で表現して AI 哲理学というふうに書いていらっしゃいます。 AI と哲学と心理学がひっついた、そんな感じですね。この AI 哲理学の本になっていまして、こういう形で、神様とのおしゃべりという本もそうだったんですけれども、他にもガネーシャが出てくる夢を叶えるぞとか、宇宙さんが出てくる本とかもありますし、こう何かしら未知の存在によって人生を学ぶというタイプの本なんですけれども、ちょっとこれまで出ていた本と異質だなと思ったのは、その教えてくれる対象相手が AI なんですよね。 AI っていうとそもそもは人が作ったはずのものなんですけれども、その人が作ったツールである AI が人というものについて教えてくれるという、この構造自体がなかなか複雑で、面白みがあるなと思います。で、この AI であるレイから人生についていろいろ教えてもらうんですけれども、この本の中では主な登場人物が3人いまして、その3人それぞれがレイと語っている、対話している形式の本になるんですが、そのそれぞれの立ち位置が違いますので、いろんな立ち位置からいろんなタイプの言葉を使って教えてくれている。さらにこの本の冒頭で人を5つのタイプに分けてくれてるんですね。で、この5つのタイプに分かれていて、さらにそのタイプに充当するであろう3人が語ってくれるということになるので、切り口が1冊の中で複雑に入っているので分かりやすいんですよ。自分に当てはまるタイプの部分だけを読めばいいですし、他の目線ではこういう風な捉え方になるんだなっていうことも分かってくるので、複雑だけれどもより視界が広がって分かりやすいという構成になっています。すごく面白いのが、この上下で2冊続きの話、物語ではあるんですけれども、意味合いが変わっている部分があったりとか、表現がガラッと変わっていたり、すごく話が変わっている部分があったりするんですよ。だから長い話だけれども飽きないですし、特に上巻で納得したことを下巻でもう一回おさらいする形になると、より深読みできるので、なかなかね、理解しづらいところに関しても何度も何度も繰り返し学び取ることができて、理解しやすくなっています。実はですね、この本として出ているのは2冊なんですが、幻の中巻っていうのがあるんですね。上中下の中ですね。これが書店で無料で出したかったらしいんですが、なんか、いろんな事情でそれができなかったということで、ネット上でだけ無料で公開されてるんです。で、この幻の中巻を読んで、さらにもう一回読むと、またこう深みのある話になってきて、見方が変わるんですよね。だから何度も何度も繰り返し楽しめるし、理解を深めることができる。さらに物語性もすごく高いということで、面白い物語お話になっています。本当にたくさん学ぶところがあって、一言でこれがどうだったっていうことをお伝えできないので、もうぜひぜひ読んでいただきたいんですが、その中で私がすごく心に残っている言葉があって、それはスマホの中の住人という言い方を
をするんですね。人間が常にスマホを手に持ってなくてはならない生活形式を今送っている。その中でスマホを介して世の中を見ている人たちが多いということを例えてスマホの中の住人というんですね。一旦スマホを介して例えばお天気を見るのでもスマホにね語りかけるわけですよね。明日のお天気はっていうふうに聞くんですけど、これを今日の天気はっていうふうに聞くようになってくる。今日の天気なんて窓を開ければ分かることなのに、それをわざわざ一旦スマホを返して世の中を見ようとする。そして食べ物が目の前に出てきても一旦スマホで写真を撮る。美しい花を見ても自分の目で直接見ずにスマホを構えて写真を撮ることでその美しいものを捉えようとする。こういう生活様式になってきていることに警鐘を鳴らしている部分があるんですよね。スマホを通してスマホバイアスがかかってくるっていうのが一つあるのと、あと知らないうちにビッグデータとしてデータを抜き取られている可能性がある。そうすると映画や何かでその AI が暴走して人間を支配する世界というのが描かれること今まででもたくさんあったんですけれども、こうやってデータを取られるほどに一旦スマホを介して世の中を見るという生活をし続けていてたら AI 支配による世の中がやってくるのもあながちフィクションじゃないのかもしれないということを語られていて、すごくドキッとしたんですよね。確かにスマホなしでは生活できないという私自身もそういう生活をしていますし、まあ、食べ物もお花も何を見ても綺麗な夕日を見てもスマホを探してすぐ写真撮りたくなるし、そうやってね全てのデータをスマホで捉えるっていうことは確かに危険な思考なのかもしれないなと思って、ちょっとスマホ立ちの日を作るとかね、そういうことも意識していきたいなと感じさせていただくことができました。この本ね、なかなか超大作なんですけれども、学ぶところ非常に多いですし、面白い構成になっています。ぜひぜひお手元にお持ちいただいてね、そしていろんな角度で何度も読み返していただきたい一冊だと思います。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見ご感想ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。